きなりひでチャンネル。はい、例によりまして小屋のとしやさんの芸能情報です。この間笑点のね、晴之助師匠って言いましたっけ、はい、あの人がメンバーになった時にどうやってその情報が漏れたかという、そういう話をしたところ、ああいう話は受けるんだね、やっぱり。あ、そうですか。いつも見てくださる方、数が増えまして、かなり、うん、今日もなんか、笑点の関連の話だ。まあね、笑点の関連というか、笑点の、司会をやってる、翔太さん。春風亭翔太師匠にインタビューして、うん、まあ、これは何かっていうと、はい、熱海五郎一座というね、三宅裕司さんの、はい、その舞台にずっと出てるんで、翔太師匠に話を聞いたんですが。何を聞いたんですか？まあね、一応ね、最初のギャグとしてはですね、翔太師匠に、年を取ってから結婚する方法を教えてくださいと。翔太師匠ずっと一生独身だと思ってね、うんうん、僕後をついていこうと思ってたら還暦近くになって結婚するじゃないですか。ああ、そうでしたね。若い頃はですね、ビバリーヒルズの高田文夫先生のところで、はいはい、太平さん、翔太さん、清張さん、でそういう若い人を日本放送の地下にあった入東京に集めてですね、はい、日刊スポーツは金がないからお前らチャーハンぐらいにしとけってみんなでチャーハンとか食いながら楽屋話をこう面白おかしく聞いて、うんうんうん、こういうのそこのところを面白おかしく俺の口調でなってて僕やってて、それで高田文雄ゴーストですよとか口走っちゃって、あ、そうかそうか、面白いからいいになったわけですから、でですね、その翔太さんがですね、私たち独身の節として、ね、なんか男同士で住んでるとかね、ちょっとこれじゃないかみたいな、ね、感じで言って、うん、なんかいたら還暦を前にして結婚はするわ、うん、落語芸術協会会長になるわ、うん、笑点司会になるわで、はいはい、三冠王ですよ、うん、この無冠のままの僕からした、うん、裏切られた思いなんで、ちょっと年取ってから結婚する方法を教えてくれと。今いくつになったんですか、翔太さん。64歳、はい、あ、なんか万年青年みたいな雰囲気を持ってますよね、あの人はね。まあ、そうですね、だいたい翔太師匠が落語を始めるのは東海大学の落ち研なんですけども、ラテン民族研究会かなんかに行ったら人がいなくて、待ってたら隣にいた落ち研の人が、落ち研が面白かったかスカウトされたかで落ち研入っちゃったと。それまで落語なんて聞いたことなかったって、そういう人で、でもこうやってみたら、うん、まあね、新作で面白いじゃないですか、うん、でもう学生時代から面白くて、そのままね、落語家になって、まああとお師匠さんがね、春風亭柳昇師匠というね、伸び伸びとやらせてくれるね、まあ柳昇師匠は、まあ、新作の方ですけども、まあいろいろ落語技術協会も、新作の人もこうね、落語協会のね、こう古典をやられてる方からみたいな、そんなものみたいなこと言われて、それをこうね、恨みに思う人もいるけど、もう明けっ広げで、しかも羨ましいなというか、人の人生を考えると、柳昇師匠は、うん、お年を召されてから、うん、女子高生のアイドルになりましたからね。ああ、そうですか。おじいちゃん、可愛いおじいちゃんじゃないけど、受けて、うん、まあ、もともとそういうキャラクターがね、楽しい人だったんでね。あ、これはこれは、柳昇師匠素晴らしいなと思って僕見ててね、やっぱりね、柳昇師匠でよかったなっていうことをね、翔太師匠も言ってましたね。前はなんか笑点、あれが落語だと思ってる人がいてっていう大変で批判派もありましたよね。勘違いというか ね、あれしか見てないて、うん、あれがあんまりこう視聴率を上げるとね、うん、そのいわゆる寄席の古典落語とか、ああいうの聞いてて、ね、ちょっと違うんじゃないかみたいに言われることがあるって。30年前は笑点もそんな視聴率取ってなかったんです。そうですね、うん、で、まあ、なぜ落語を見るようになったかっていうのは、まあ 落語界の中の方たちの努力もあるんですけど、TBS でね、二十数年前にタイガー&ドラゴン、岡田准一君と、うん、TOKIO の永瀬君、この二人がやって、クドカンですよ、うん、クドカンクロ、はい、これでこれで若い人が見るよ、うん、全然見なかった人が見るような、あ、その中から、面白いんじゃない、っていうことになって、今の落語の流星につながったところっていうのもあるんですよね。前で僕そうだな、20代の後半ぐらいの時にね、はいはい、新越放送でね、はい、アフタースキーっていう言葉が流行った頃で、はいはい、昼間スキー楽しんでも夜になるとみんなしらけて何もしてないからね、うん、そこでイベントやりましょうっていうんで、フォークソングの走りみたいな人を、ね、ゲストに呼んで、はい、でそれでそこでね、三笑亭無楽さんっていう話家さんと知り合ったんですよ、はいはい、でご一家でスキーに来てて、はい、それで麻雀誘われてね、うんはい、
付き合ったら、ああ君面白いねって言われて、あのいろいろね話するようになったんです、その時に一番印象に残ってるのが、落語はなぜ不信かっていうとね、ね、落語って例えば同じ話をさ何度も何度もすることによって、あのいい話に仕上がっていくわけでしょ、味のある、ね、それをねあのやるとね、今の若いやつは当時でしょ、はい、今の若いやつはねそれは聞いたことありますって言うんだって。僕もよく言われますね、はい、で聞いたことあるって言われちゃうね、俺たちね喋ることないんだよって、ね、あ確かに怒ってましたその時、それ論だなって言われてね、我慢して聞いてもらわないとダメですよね。あ、いや僕は今でもだって古今亭志ん朝大ファン で芭蕉さんは私寄席の番組やってる時何回か出ていただいてますからね、はい、いや木村芭蕉さん、仙台の、あの志ん朝師匠の兄貴、そうですね、いや僕はやっぱりで今そこに指示が出まして、はい、翔太さんと健康の話したって書いてある。してません。してない。してないっていうかね、ああ、まあほら翔太師匠は若い頃からなん か今よく笑点でいじられてるんですけど、滑舌が悪い滑舌が悪いってよくね、噛むとこのお芝居をして、でこうそれなりに年は取ってるけどそんな無茶をするような人じゃないわけですよ。で下のお弟子さんもやっぱり翔太さんって一応落語芸術協会 会長ですけど兄貴みたいな感じじゃないですか。だからあのそう悪くはないのと、うん、あとね東海大学この人客員教授の癖して、母校ですよね、大学入ってから落語を始めた癖して、あの大学卒業しないで落語家になっちゃってるわけですよ。あ、そうなんですか。今度ねまたね卒業証書をもらうために、ね、学校通い出すんですよ。いやよくあるじゃないですか、たけしさんでも明大で中大だから間での仕方が高くれ、ね、そんな感じですかって言って、松前先生かなんかにあるね、違う違う違う、あの通いますっていうね、そこもねなんか翔太師匠らしくていいじゃないですか。はあ、ははあ、東海大学ね、東海大学がでかいからな、ラグビーも強いし、リーチマイケル、そうですね、日本代表しよう。僕はあの東海大学は秋山仁さんが東海大の頃ね、はい、何回か行ったことありますよ、大学に遊びに、講演会にも行ったことあるし、やっぱり、ね、原辰徳、逆に言えばあの松前なんとかさんが、松前重義さんが、原貢さん、はい、あれを三池工業の人をこっちへ持ってきたっていう ね、そういう話を多分仁さんと話してます、はい、あれですか、はい、翔太師匠って僕個人的な付き合い一切ないですけども、はい、あの変わらないですか、変わらないです、酒が入ってもお酒はそんな飲んだことないんですけど、飲みそうもないですよね、ね、若い時と変わらないですよね、変わらない、だって僕なんかすごい失礼なこと言って、昔は32年ぶりぐらいにインタビューして、昔は、高田先生が大して うまくないんだけどなぜかおかしいとか言っても、ね、ちょっと偉くなっちゃうと、っていうところ全然あのそれ見た目はちょっとおじさんになったけど中身は変わらないですね。だって僕同じ頃にいた林家たい平さんなんか師匠なんかは同い年ぐらいで飲み屋も一緒で女取り合ってたから、今や今やだからほら新宿に2丁目のゲーバーでたい平師匠がイケメンで、僕も一応イケメンだったわけですから、お受験の話とかしてるわけですから、あなんかさ大変ちゃんも変わったなと思って、あそうですか、ね、27時間テレビで取材に、あ大変しゅご無沙汰しておりますみたいな、土下座せんばかりじゃないあんたって、そんな感じですけど、大平さんってついてますよね、いろんな意味でね。だってあのほらクラシックの楽団バックにして星雲の CM とかさ、はい、あそれからあのコンペ師匠がね病気になった時もうすぐ復帰するみたいなことで、あまあとりあえず弟子の大平みたいな、まあね、大平師匠はでしょ、彼はもう若い頃からちょっと、だから僕なんかの同世代で落語をやるやつは今とブームと違うからやっぱり古い感覚の持ち主が多かった、彼はむさびかなんかですから、そうですね、当時からね、やっぱり僕なんかよりも全然こうナウい若者だったんですよね。いやだけどあの古典のね、あのテープなんかものすごく大量に集めてもう聞いてね、それからあと彼の出した本の中であの枕集ってのあるんですよ、はい、落語の枕、あれ読むとね、あやっぱり今の時代をねやっぱり泳いでいる先端の話かだなっていうね感じがします。やっぱり
こう昔の枕をね、いろんな、だから、亡くなった小三治師匠なんかもそうですけど、はいはい、今でも僕読みますけども、はい、それはその時だったわけだから、どんどん新しいものをね、取り入れてなくちゃいけなくちゃいけないんです。そういう意味でやっぱり、ね、枕のつまらない話かほどつまらないもんだ。例えば僕、圓生師匠なんか好きだったけど、はい、ね、あの枕はね、本当独特でしたもんね。何をおっしゃるんだろうと。昔の圓生師匠こそ、うん、僕が子供の頃さ、うん、おじいさんがね、そうそうそう、やってたね、あれだけど、そっからやったら、うん、今僕年取ると圓生師匠が一番好きなぐらいで、味わいがあって ね、これぞ落語だという ね、そう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 、ね、だから笑点が落語だと思うっていう、あの弊害っていうかね、強いて言えば、でそういうのって相変わらず続いてますよ。確かにね、大喜利のね、あれを落語だと思ったらね、まあでもあそこ窓口で寄席来てください、ホール落語へ来てくださいと言いますけどね、なんか笑点に恨みがある、いやいや、そんなことないですよ。笑点もね、あのほら、役柄みたいなキャラ作、キャラクター作っちゃうでしょ、はい、ね、でそれにのっとったその、いわゆる大喜利の、あの答えがありますね、多すぎて、昔の方がなんか設問とか問題出されたことに対して非常にまともにね、ああしゃれてるね、ああそうだ、面白いねっていうのがあったような気がする。あ、ね、僕ね、笑点結構生で見てるんですよ、すごい、はい、なぜなら10年くらい前にプロレス担当やってて、6時から新日本プロレスだ、全日本プロレスだって、後楽園ホール、後楽園ホール行ってると、後楽園ホールで撮ってるんですよ、はい、やってますね、はい、上からこう見てるわけですよそうすると、ああ頑張ってるな、こんな感じなんだと思ってね、まあ、あの山田さんね、山田隆夫、僕との世代のアイドルですか、はい、インタビューしたことありますけど、ズートルビの山田さんをね見てましたよ、ね、金持ち、ねね、でサウナが一緒だったんですよそうですか、スポーツジム一緒で、あの横浜の方まで遠征すると、サウナが一緒、僕はおすぎとサウナ一緒だったな、おすぎと一緒サウナはもうね、僕ね、そう、今でもたまに行きますけどね、うん、命がけでちょっといろいろ体調いい時じゃないと、うん、怖くて入れません、話がよれてきましたので、はい、今日はこの辺にしたいと思います。で、また来週小谷さんの話楽しみにお待ちください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。日刊スポーツ小谷俊哉さんでした。どうも。